ジョセフ・ラウントリーは、イングランドのヨーク出身のクエーカーの実業家、事前家。おそらくラウントリーは、卓越した社会改革家として、チャールス・ブースの協力者、友人として、また、当時は、ラウントリー家の家業であり、イギリスを代表するチョコレート製造業者の一つとなったラウントリーズの経営者として、最もよく知られていた。有力な実業家であったラウントリーは、 従業員の生活の質の改善に深く関心を寄せており、それを契機として事前化となり、数多くのチャリティー活動に関わった。ラウントリーは1904年に3つのトラストを創設したが、そのうち、ジョセフ・ラウントリー・ビレッジ・トラストは、ガーデン・ビレッジとして建設された、ヨーク郊外のニューイヤーズウィックの経営にあたる組織として設立されたものであり、この他に、 ジョセフ・ラウントリー・チャリタブル・トラストとジョセフ・ラウントリー・ソーシャル・サービストラストが設立された。あとの2社は社会改革を目指して設立されたもので、JRCT はチャリティーとして、JRSST は有限責任会社として設立されており、法的規制からチャリティーでは提供できない類の社会的・政治的業務を JRSST が担うように意図されていた。 ラウントリー自身は、恒久的に存続するのは、JRVT だけであろうと述べていたが、実際には、すべてのトラストが存続し続けることとなり、JRSST は名称を、ジョセフ・ラウントリー・リフォーム・トラストと名称を変更し、JRVT からは1968年に、ジョセフ・ラウントリー・ハウジング・トラストが分離されたため、ラウントリーが創設したトラスト群は、今では4つの組織となっている。 ラウントリーは母サラと父ジョセフラウントリーの間の息子として父が食料雑貨店を営んでいたヨークのペイブメント通りで生まれた彼はブーサム校に学んだ14歳の時に父に従ってアイルランドへ旅行しジャガイモ基金の影響を目撃したこの経験は後の彼の政治的見解や事業の発想の基礎を作ることになったラウントリーは この旅行の翌年から父の店で徒弟として働き始め、1859年の父の死を受け、兄であるジョン・スティーブンソン・ラウントリーとの共同経営で事業を継承した。1869年には弟であるヘンリー・アイザック・ラウントリーが所有していたチョコレート工場の経営に参画した。ヘンリー・アイザックは1883年に死去し、ジョセフは この事業の所有者となった。彼はこの事業をラウントリーズ社の経営においてその進歩的な着想を次々と打ち出し、1881年に開設した新工場の設計や工場におけるその後の経営実践に生かし、例えば独自の企業年金制度なども導入したラウントリーズ社の工場の従業員数は30人から始まり、 19世紀末には4000人になっており、当時のイギリスにおいて80番目に大きな工場となっていた。この事業は後に、1969年には、ジョン・マッキントッシュカンパニーと合併し、さらに1988年にはネスレによって買収されることとなる。ジョセフ・ラウントリーは2度結婚し、1862年に、 結婚した妻ジュリア・イライザ・シーボームとは1863年に死別したが、1867年に防災のいいとこであったエマ・ーントワネット・シーボームと再婚して6人の子供を設けた。社会調査家として知られるシーボーム・ラウントリーは彼の息子の一人である。ジョセフ・ラウントリーの墓は一族の多くの墓と共に、 ヨークのヘルシントンロードのザリトリートの敷地の一角にあるクエーカー墓地にある。事前家としてのラウントリーは政治において自由主義的価値を支持し従業員の生活の質の改善に心を砕いていた。彼は従業員たちのために図書館や無料の教育機会、企業内雑誌、ザココアワーカーズマガジン、社会福祉の担当者、医師、司会師、 年金基金を提供した。1942年、ニューヤーズウィックに彼の名を冠したジョーセフ・ラウントリー・スクールが、ジョーセフ・ラウントリー・ビレッジ・トラストによって設立された。2010年に、この学校は、2900万ポンドをかけて、新たな場所へ移転した。この学校の生徒たちは、学校のことを、ジョロと、通称している。2012年夏には、ヨーク中心部の目立つ場所に、 ジョセフラウントリーの銅像を設置することを求める運動が始まったと報じられた。ありがとうございます。